昔俺らの子供の頃って消防署ってこう高い朦朧ってのがあったんですよね。日の宮蔵影から見守りたい。それで火災を発見していたんです。それは何時代ですか？両サイドの方が意見が合う時ってのは昭和初期ですね。この信号機に代わって事故が減ったこと渡したです。こいつやる。あるかもしれないね。すごいね。信号でやっぱり事故って減るもんなんですね。言ってしまえば誰もが行き急いでる時代ですから。ガバガバじゃねえ。もしものことがあった場合どうするんだと、よほどのことがない限り通常通り応送しますけれども、台風や地震などで工程通りに行かなかった場合は応送やめて別の CM に切り替える。ディナークルーズって船の上でしょ。みんな元気ですって。誰か船酔いぶらいしてるだろう。ごめん、これやん。ちなみにドナルドはですね、みんなのリーダー的存在。ドナルドには性別もなく年齢も設定されていません。名前なんてさ、わからなくていい部分ってあるわけでしょ。ドナルドなのかロナウドなのか。タモリさんだって本名は誰だってわからないわけでしょ。いや、森田和義ですよ。森田和義アワーって毎日やってますよ。リーダー的存在、性別はなし。ちなみにね、私あの喫茶店で女性に水をぶちまけられたことがありますね。ウィンカーといえばね、私はもう本当に銀座赤坂では必ずウィンカー出しますね。カチッ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 。どうですか美香さん、いつもジェントルマンでいらっしゃるので今日はちょっと違った感じで。いつもはジェントルマンですけど、夜は僕も大砲が火を吹きます。ちなみに私も夜は裸の大将です。聞かなくていいです。何か文句あるか。私もね、本当にあのよく事務所の社長にお前はもう死んでいると言われます。健康であってほしいんだ。こういう計算通りに人生いかないですけどね。ちなみに私はよく着信拒否されます。